ブレダとアッティラ、トゥールポン・タマッシュ・ガブレダは、奮族の共同王の一人、もう一人の王は有名なアッティラである。4世紀にボルバ川東方から現れた遊牧民の奮族は、アラン族、ゴート族を征服して、東西ローマ帝国領に侵入した。433年には、西ローマ帝国の将軍、アイティウスとの取引により、パンノニア領有を認められた。 ブレダは390年頃に、フン族の王族ムンズクの息子として生まれた。434年に、叔父のルーア王が死去し、ブレダとアッティラの兄弟がフン族の王となった。即位当初、ブレダとアッティラは、東ローマ帝国と条約を結んで、高納金を売額とさせ、フン族からの逃亡者たちを創刊させた。その後数年間は、東ローマ帝国との間で和平が保たれていたが、 439年に和平は破れ、紛俗は東ローマ帝国領へ侵入しジュリア諸都市を破壊して略奪した。東ローマ帝国は軍隊をシチリアから呼び寄せて対抗したが、紛俗は443年に再び東ローマ帝国領へ侵攻。東ローマ帝国軍を撃破してコンスタンティノープルへ迫った。抗う術を失った皇帝テオドシウス二世は、 多額の高納金の支払いを認める講話を余儀なくされた。ブレダの人物像を伝える記録は乏しく、わずかに、ゼルコというムーア人の小人にまつわる逸話が残っているのみである。ブレダは、ゼルコに同居をさせて楽しみ、彼が逃亡すると激怒して探させた。ゼルコを捕らえ逃亡した理由を正すと、彼は、妻を与えてくれないからですと答えた。ブレダは、 コンスタンティノープルから辞書を一人よこさせようと誓ったという。この和平期間中の445年頃にブレダは死去した。狩猟中の事故で死んだともされるが、真相は不明であり、一般的には弟のアッティラによって殺されたと信じられている。ブレダの死により、彼に従属していた諸部族はアッティラの支配下に入り、アッティラが分属唯一の王となった。ブレダの死後、 プリスクスラ東ローマ帝国の施設が、ブレダの妻の一人が支配する村に立ち寄り、艦隊された記録が残っている。小人のツェルコは449年に、西ローマ帝国の将軍、アイティウスへの贈り物にされ、アイティウスは彼を元の主人に返している。マジャル人は自らを、粉族の後継者と信じており、ハンガリー国家は、ハンガリー国民を、ム族の血筋と歌っている。 ハンガリーの首都ブダペストのブダ地区はブレダの名に由来する。5世紀の歴史カプリスクスによる6世紀の歴史カプロコピオスによる図節万族の歴史 P55、フン族、謎の古代帝国の工房子、P81、フン族、謎の古代帝国の工房子、P95、アッチラオートフン族の秘密、古代社会の終焉 P101、フン族、 謎の古代帝国の工房誌 P119 粉属謎の古代帝国の工房誌 P138 ありがとうございます。